今回の合宿にはこれまでワールドセブンズシリーズには参戦していない選手も含め総勢27名を招集。中にはセブンズのオーストラリア代表経験もある NTT コムのブラッキン・カラウリア・ヘンリー、同じく NTT コム所属でリオオリンピック代表でもある羽野和志など、ワールドシリーズ残り4戦に向けて新たなメンバー選考も行われています。さらに怪我のため北米2連戦に参戦できなかったベテラン酒井克幸も復帰。村上さん、この人の復帰大きいですね。そうですね、1月に史上最多のセブンス53キャップ、これ、国際大会の出場回数なんですけども、北米2連戦ではね、なかなかチャンス生かせないところ、彼がいたらっていうシーンはたくさんあったんですよね、はい、僕もベテランとしてまずは、先頭立って引っ張っていきたいという思いもありますし、あと個人的には怪我から復帰したばっかりということで、まだまだコンディションの部分が全然戻ってきてないので、怪我する前よりももっと良くなってグラウンドに立ちたいというふうに思っています。今回は学生を中心とした U25 代表の合宿も同時に行われているということもあって、ゲーム形式の練習ではそのメンバーも加わってさらに緊張感が増しているようです。この日は U25 からピックアップされた神戸製鋼の伊関慎介がそのポテンシャルの高さを見せていたようですね。伊関はスピードがあるしステップワークもいいので、彼の加入によってちょっとこうみんな熱くなって激しくなったみたいですね。神戸製鋼の安井とかキャノンの橋のね、ベテラン選手も元気で動き回ると、こういう競争をしてほしいっていうのが岩渕ヘッドコーチの狙いだったと思うんですよね。なるほど。一番大事なことはこの人数いるっていうことは、やっぱ遠征に行けるメンバーと行けないメンバーがいるってことで、やっぱそこで、まずは競争してジャージを勝ち取るってことが一番大事かなと思うので、最高の、舞台なので香港でしっかり大暴れできるように頑張っていきたいと思います。